はい、ですね、今また荷物が届きました。もしかしたら欲しいものリストかなと思うんで、ちょっと早速開けてみます。ババン。あ、これはありがたい。ハイドロハイターとサンポールだ。いやー、これはね、もうね、すごい嬉しいですよ。夏のね、暑い時だから、こう、ちょうどね、つけ置き洗いをするタイミングで、今日もね、これからそういった作業をやるんですけど、バンバン掴んでね、もう本当にありがとうございます。早速ね、役立たせていただきますんで、どうもありがとうございます。はい、どうもこんにちは。大潮なんで、あちこちの海岸をね、探索して回ろうと思ってきてるんですよ。で、今日1箇所目。普段ね、水の下になってるところが全部出てるのはいいんだけれども、どうもこう、潮の流れのせいか、瓶だとかガラスがあるところに結構砂が堆積してるんだよね。なので、まあ、ここはちょっとざっと見て、また違うところに移る形になるかと思います。何か珍しいものが出たら、またピックアップするんでね。まあ、ちょっとぼちぼちやってみましょうか。ちなみにね、日中で今11時過ぎぐらいなんで、めちゃくちゃ暑いです。めちゃくちゃ暑いんですけれども、準備万端なんで、まあ、がっつり探索をしましょうか。昨日は随分サボったしね。というわけで行ってみましょう。なんかもう、川もいい感じでこう水が減ってるよね。ほんのちょっとだけなんかこう、リバーを見てもいいかもしれない。とりあえず、漂着物の多そうなところを最初に回ってって感じかな。まあこの通りね、ゴミも多いところなんだけど、なかなかね、夢もあふれるところなんですよ。これはそんな古くないね、牛乳瓶が落っこってる。ほら、なんか良さそうでしょ。ちょっとね、あちこち見て回りましょう。ここはだいたい見るポイントは 2,3 箇所あって、これはその1箇所目だね。さあ何が出るか。なんか、おお、危ねえ。なんか金継ぎとかしたら結構素敵な感じの茶碗なんじゃないですかね。一発目からなかなかいいね。はいはい、じゃあこれはちょっとね、持ち帰りで行ってみましょう。面白いね。海の中にこう川ができてるけど、普段はね、もう自分のいるところっていうのは腰の深さぐらいまで普通に海の底だからね。やっぱり大潮になると面白いよね。こう大潮がね、こう好きな時間に起きてくれるっていうね、そんなこう贅沢なシステムだったらいいんだけど、そういうわけじゃないからね。その時間にこう合わせて行動しないとダメなんで、今日もね、こう見て回ろうと思ってるところは何箇所かあるんで、いいものが出るといいんだけどな。こちらはちょっとあれかな。この辺どうでしょう。自転車のハンドルが落ちてる。ここはもうなんか潮が下がってちょっと時間が経っていろんなものが溜まってる感じね。毎年ね、海辺の状況って変わるんですよ。今年はなんかだいぶね、ここ砂が押されてるんで、結構ね、埋もれちゃってる感じだよね。去年はね、逆にこの砂がだいぶ減ってて、もうちょっとこうなんか急斜面っぽくなってたところもあるぐらいだよね。で、なかなかいろんなものが現れてたんだけど、今年はね、砂が上がってるから、埋まってるガラスが隠れてる可能性の方がここは高いかもしれないね。ただこれも一回台風が来ると全部ね、吹っ飛ばしてしまうんで、本当に一日で状況が変わっちゃうんでね、台風になったら台風になったでまた見に来るっていうのはすごくこう意味があるよね。ここはちょっとやっぱり今日はぼちぼちかな。まあでもね、一発目さっきのね、こう茶碗があったんで、まあまあいいんじゃないですかね。じゃあ今度はちょっと川の方を見てみましょう。いやー、しかし暑いなー。今長ズボンに作業服のズボンね、
作業服のズボンに、ノースリーブのシャツとそれから長靴っていう組み合わせなんだよね。ああ、なんかもう音が涼しげだよね。リバーはどうだろうな。まあちょっと行ってみましょう。あそこのあの岩がね溜まってるところにこうちょっとガラスが引っかかってるかもしれないんで、どんな感じかちょっと行ってみましょうか。よいしょっと。それほどでもないな、やっぱりな。こうパッと見こうガラスのキラキラがあんまりないからそこまで振るわないかなっていうのはこう正直あるね。帰ってね、こうなんかお気に入りスポットをこう回った方がいいのかもしれないけれど、こういつもとね違う状況になった時にこういうところ探索するっていうのは結構有意義だからね。それほどではないな。よし、じゃあちょっとね戻りますか。ここはね、あの上流のね、集落がそんな大きくないとこなんで、そういった意味で、あら、ちょっとなんか割れてなければお宝だな。こっちからじゃなくて回り込んで行ってみよう。あ、これは、よいしょっと。おお、いいね。青のね、外紙。割れてないよ。完品だよ。なんかもう、やっぱり来てよかったね。うん、いいね。青の外紙。傷一つないです。いいね。これはお宝じゃないですかね。じゃあね、ポイント1、2はちょっと終わったんで、1、2、それとも2、3。一番ね、ちょっと有望なところを回っています。といっても砂の下にもなってるから、ちょっと微妙なところは微妙なところなんだけどね。とにかくちょっと歩いてみないことにはダメです。行ってみましょう。やっつやー。こうこれだけ大潮で潮が引いてるとね、こうめちゃくちゃポテンシャルの高いこう浜にも行ってみようかなってちょっと思うんだけど、まあそれはちょっと待てと。少しね、あの足を伸ばすモチベーションって大事だからね。あー、カモメがいる。ウミネコかな、カモメかな。おそらくガラスを探しに来てるね。ライバルだね。それにしてもこう海の上歩いてるとたまにねペロペロとかそういったものがこうポツッと落っこってるってすごく運のいいことなんだなと改めて思うよね。いつもいつも何か拾えるわけじゃないからね。あら、カモメのいた方に何か怪しいものが落っこってるな。きっと自分は騙されているはず。ほらね、ヤクルトの容器だよ。ガラスじゃないよ。よくこう日記水にねこう錯覚するんだけどさ。はい、というわけで、ポイント1、最有力ポイントの方に行ってみましょう。なんかねゴルフの練習してるおじさんが結構いるのかね。ここはゴルフのボールがいっぱい落っこってるんだよね。ゴルフ、ほら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 、まるでウミガメの卵みたいにいっぱい落っこってるでしょ。ゴルフボールだらけなんですよ。まあゴルフボールは、お、ああ違うな、これは蓋だな。微妙だな。本当はねここはこんなにあの砂がないんですよ。普通はねこの下が岩場になってるんだけど、もうほらすっかりこう砂がね盛り上がっちゃってる。こっち側のね岸が削られたせいだと思うんだけど、おかげでちょっとこう残念なことになってるね。大潮になっててね、あの下の岩場が露出してればちょっとガラスを掘ったりとかできそうだなと思ってたんだけど、それはねなかなか難しいと思います。
あーこれは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 ね、ここはもうちょっと厳しいかもしんないな。厳しいっていうかもう完全にガラスがあるはずのところが砂でいっぱいになっちゃってるな。あーこれはいかん。今ね自分が歩いてるところはね、もともとこんなに高くなかったのね。だいたいこの 3,40 センチくらい下が以前の海底だったので、そこはね結構岩がゴロゴロ出てて、で岩の間にね昔のガラスが結構落っこってたんだよね。ところがそういう状況じゃなくなってしまった。あーまあでもいいかな。それがねまたあの長い年月が経ったりとか大きな嵐の時にえぐられてこう昔のガラスを出してくるって考えればね、チャンスは平等であった方がいいもんね。うん、でちょっと上の方に行くとこの通りねゴミが多い。マイクロプラスチックっていうね言葉がもうあの霞むほどいっぱいプラスチックのゴミが起こってるね。ここでゴミ拾いするともう大体10分であのでっかい買い物袋がこう2つぐらいいっぱいになっちゃうからね、簡単にね。じゃあここはねあの一通り見てあとは引き上げましょう。惜しいな。今ね自分が歩いてるところの下も多分ちょっとねガラスが埋まってるんですよ。ここもね昔のイケスか何かの名残なんだよね。でももう残念なことに砂の下ものすごい嵐でこの砂がねごっそり持っていかれるっていうことが起きない限りは何か出てくるってことはないと思う。おや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 、あら八代貝の貝殻だね。ほんのちょっとこうてっぺん削れてるけれど、これぐらい綺麗だったら持って帰れるね。あーこれはいいね。うん、手ぶらじゃなかったね。よかったよかった。はい、というわけでこのビーチは撤収します。次のとこに行きましょう。はい、ポイント2に届いたんですけどね、今見えますかね、海の上にかなりいっぱい赤潮が出てますね。温度が高くなっちゃって急にプランクトンが発生したのかな。であともう一つはね、ちょうどね山の上にこう見事な感じでガスがかかってるね。そんなに高さはないのにガスがかかってる。気温が急に上昇したから普段ないような現象がいっぱい出てるんだな。まあ一応ね目的地に着いたんで、これからいろいろ探索をしていこうと思います。これはすごいな、赤潮がすっかり発生してるな。目的地の方は無事行けるかどうか、まあやってみようか。はい、じゃあね探索始めましょうか。といってもね、まあ目的のものが見つかるかどうかはちょっと怪しいけどね。まあいいじゃないの、大潮の日にいろいろ探索できるってだけでも。よいしょっと。とはいえね、赤潮からこう山にかかるガスからいろいろ見れてるから結構楽しいよね。さてさて行ってみようか。はいはい、じゃあ行ってみましょう。おや、なんかもしかして思ったよりも展開悪くないんじゃないのこれ。前回草ぼうぼうでもしかしてガラスがあるかなとか思ったところが、草が全然なくなって切り開かれてるんだけど、こういうことがあるから探索はやめられないよね。あと赤潮がすごいな、真っ赤っかだな本当に。ああこれはいかんね。あららら、程よくなんかこうゴミだらけのところがあるな。こんなの探索しないわけにいかないじゃん。いやー早くもイベント発生って感じだね。こんなの期待して来てたわけじゃないんだけどな。まあちょっと行ってみましょうか。さてゴミだらけだけど漂着物なのかそれともはけてるのか、ちょっと歩いてみようか。これはどうなんだろうね。昔の畑だったのかな。
嵐でこうゴミが漂着してるだけで、ハケとかそういうんではないかもしれないな。まあ行ってみよう。まあでもね、こういったところを見て歩くのもね、意味がないわけじゃないのよ。ずっと昔にね、嵐で浮き玉が上の方にこう打ち上げられて、それっきりになってるってこともないわけじゃないからね。ゴミすごっ。これはいかんね。あっちのゴミ溜まりの方まで行って、あとは下に降りようか。よいしょっと。前回はね、こう草がいっぱい生えてて何も見れなかったとこなんだけど、上から見られるのはありがたいね。こんなところね、ガラスの木とかありそうなんだけど見当たんないね。それにしても暑いな。端っこの方をちょっと見て、あと何もなければ下に降ります。いや、さすがにこっちに来るとゴミがすごいな。ゴミ拾いところの騒ぎじゃないな。まあでも、めぼしいものはないようなので下に降りましょう。よいしょっと。降りようか。もうね、長靴にね、当たる日差しが暑いからね、長靴取ったところを水につけたいところだよ、本当に。あらら、ガスボンベが漂着してる。ガスボンベか、これはまずいな。まあでもね、浮き玉とかそれ系はあんまりなさそう。とりあえずちょっと長靴を水につけましょう。暑いからね。いいね。なんかあんまり冷たくない気もするな。ちょっとね、もう少し歩いていったら一息入れますよ。今日はめちゃくちゃ暑いからね。赤潮のせいか、ウツボさんがお亡くなりになってるね。ご愁傷様です。お気の毒でございます。暑いもんな、今日。もしかして熱中症だったりして。いや、それはないか。いやー、暑い暑い。今ね、途中まで歩いて振り返ったら、車のね、ライトがつけっぱって気づいたんで、慌てて、ね、ダッシュして戻って消してきたとこです。めっちゃ体力消耗しました。めちゃくちゃ暑いんでね、スタンリーの水筒2つと、あとはこれね、持ってきてるよ。ちなみにね、水筒に入ってるのは氷をガンガンに入れた麦茶に岩塩をちょっとだけ溶かして、であとはね、こっちの方だけはね、水出しコーヒーをほんのちょっと入れてます。夏場はね、塩分と麦茶と、あとはコーヒーがねちょっと入ってるからシャキッとするのよ。あんまりコーヒー入れちゃうと利尿作用が強くて、こうかえって逆効果になっちゃうから、ほんの少しだけね、こう香りつけ程度に入れた方がいいかもしれないです。パッと聞くとね、なんかこう、何、塩に麦茶にコーヒーってゲロマズでしょって思うかもしれないけど、これがね、めちゃくちゃ暑い中移動してるとね、体がこうなんか要求するのがね、スキッとして美味しいんですよ。まあこんな感じでやっていきましょう。はい、じゃあね、めちゃくちゃ岩の多いところを歩いていって、まず一発目、秘密のビーチに行ってみましょうか。もう見て見て、こんなところ歩くんだよ、これから。暑ー。でもここ風通しいいわ。こういうとこね、なんかガラスの浮き玉ぐらいこう漂着してないのかなって思うんだけど、これがなかなかないんだよね。で、ちなみにね、探索長靴推奨なんですけど、
あまりにもね、こう長靴が体力を奪うんで長靴やめました。普通に岩場歩きます。よいしょっと、よっこらせ、よいしょっと。さて、いい絵が撮れてますかね。いやー、海が綺麗だな。はぁ、暑い暑い。基本的にね、夏のね、こういうすごい暑い中での探索は水とね、塩分の残量を考えた方がいいですね。時間だとかこう予定工程なんて考えてると熱中症になっちゃうんで、もう本当に水の残量、砂漠のね探索と同じ。なかなかスリルがあっていいよね。あー、でも風は結構涼しいな。これちなみに道路、海の反対側ね、こんな風にこう崖になっててね、もう誰も入ってこれるようなところじゃないです。じゃあ行ってみますか。あっつ、よいしょっと。あー、まだねこう口に伝う汗にね塩分の気配があるからいいけど、これがねもうなんか全然しょっぱくなくなったらまずいよね。で、一応ね不惑の年を過ぎてね、結構ね健康診断に引っかかるようになってきたなっていう人は、あんまりねこうなんていうの、体温をね一定に保ってる環境にいるのがかえって良くないんで、メリハリをつけた方がいいです。塩分と水分をたくさん取って、めっちゃくちゃ汗をかいて、で夜はねこう水風呂にでも入ってこう体を冷やすと、もちろん水分と塩分はいっぱい補給すると。これを繰り返していると何が起きるかっていうと、まず一つはね体のね塩分の調整がうまくいくのよ。塩分の取りすぎだとか取りすぎでないとか、そんな議論がちゃんちゃらおかしくなるぐらいこう夏場は汗かくからね。むしろ今まで自分も2回ぐらい熱痙攣を経験してるけど、水分はねなんとかなるのよ。塩分の方が足んなくなるぐらいだからね、もう健康なんてもんじゃないよね。で、あとは水風呂とかに入るっていうのはねすごくいいよ。血管をこう収縮させるんでね、血管にもこう運動が必要ってこと。血管の柔らかさイコール体の柔らかさとかこう年齢なんで、そういったね健康維持は有効です。あともうちょっとってところかな。すごい崖だな。よく見ると上の方にねトンパクとかフレゴンパクって言われてる土とか詰めるとこうちょうど1トン分ぐらいのね重さになるパックがあるんで、おそらくこれ以上崩れないように復旧したんでしょう。でもこの崩れ方見るとおそらく今年も崩れるね。これはね、錆びた冷蔵庫が起こってるな。まあそんなこんなでね、こうせっかくだから歩きながらうんちくを入れると、よいしょっと。要はね、その夏場すごく暑いんだけど、実は体のね塩分と水分の調整をしてくれる大事な時期だったり、自律神経だとか、まあ、血管のね柔らかさ硬さをこう調整してくれる時期なんで、せっかくだからこの暑さも利用した方がいいよっていう話ね。もうね会った人は信じないんだけどね、自分はね動画見てる人はわかるけど相当な巨漢なのよ。でもういい年なんだけど、まだね一回も健康診断に引っかかったことないです。血圧とかそういったものもね。だからある程度ね、なんていうのかな、こうメリハリのある環境に身を置くっていうのはすごい大事よ。よいしょっと。いやー、暑い。でもいい運動だよね。誰が好き好んでね、こんな真夏日に海辺の岩の上歩くのって話なんだけどね。またこれが楽しいのよ、結構。よいしょっと。はいはい、どんどん行きましょうか。ほいほいほい、よっこらしょっと。ああ、いいね、こうなんか道がいい感じで見えていくね。よいしょ。おお、いいじゃない。ここを越えると結構楽になるかな。暑いのとね、今日も一人ではないので、ポツポツ休憩入れながら歩いていきます。水分はねたくさんこう持って歩いてるのが大事だよね。赤潮がなきゃ絶景なんだろうけどね。ああ、いい景色だ。向こうの方にこうタンカーが走ってるね。
30度ぐらい超えてんのかな。これもよく見るとあれだな、昔なんか置いてたのが崩れたんだな。柵は一応作ってあるみたいだけどね。でも鉄筋がね、そんなにこう古い年代の鉄筋じゃないんで、これはそんな古い時代のものじゃないね。じゃあまた行ってみよう。よいしょっと、おっと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 、岩が動いた。それああなんてこった。ああ電信柱が抜けて落っこちてきてる。これはすごいな。はあ、よしよしよしと、はっよいしょっと、ああここまで上がった。でもあれだね、こんなところにもこう人が何かやった痕跡が残ってるね。何をやろうとしたんだろう。はあ、いやーすごい岩場だ。冬にね歩くのと夏に歩くのではやっぱり大違いだよね。でも夏の暑い時にねこういったところを歩いてる自分の体力はいざという時信用できるんでね、こういうのも大事よ。何かあった時に自分がどれぐらい動けるか分かってないとどう行動していいか分かんなくなる時ってあるからね。よいしょっと、はあ、ああここもそうだ、上の方にトンパックがあって電線がある。時間の問題だね、崩れるのは。多分ねここなんかはねこう映像に撮りながら歩く物好きはそんなにいないんで、こうね気が連なってて荒れ果ててるんで、結構ね映像としては面白いんじゃないでしょうかね。よしと、じゃあそろそろ一箇所目の目的地に行けそうだな。でもあれだね、ちゃんとこう大きい岩に混じってコンクリートだとかタイル張りの岩とかがあるから、人の痕跡ってのはやっぱり濃いよね。よいしょっと、よいしょ、はあ、あっつい、あっつい。で、ここでね隠されたビーチが見えてくるわけなんですよ。よいしょっと、ほーら見えてきた、はあ、おっと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 、よいしょ。よいしょ、あ結構様変わりしてるな。まあとりあえずねビーチ兼日陰に降りましょう。よいしょ、あーいい木陰だ。ちょっと一休みしようかな。なんか洞窟になってる。いいねいいね、ちょっと一休みしよう。ねこの木陰にいるとねなんかもうすごく気持ちよくてね、ハンモックでも作ってこう昼寝したくなる感じだよね。この通りこうちょっとゴミはあるけど誰もいないビーチだしね。いやーたまりませんな。まあとりあえずちょっとね水分をねこう補給して、あーうま、あーなんかこうビールとか好きな人だったらこんなとこでビール飲みたいとか言うんだろうけど、酒ほとんどやんないからね自分は。麦茶とかコーヒーが一番のごちそうだよ。あーいやー気持ちいいな。さて、ちなみに化石がね漂着するスポットと、それから昔ねどうも上の方にこう昔のゴミ捨て場があったみたいで、それがこう崩れてきてこうね瓶がちょっとありそうなところの2箇所をこの後調査します。でまあもう暑いなとかこう水がもう足んないなってなったら撤収します。まあそんなとこですかね。ちょっとじゃあ一息入れたらまたなんかやりましょう。ああこれは相当なゴミためだけど、これは新しいよね。だいたいね1950年代ぐらいまでっていうのは今確認できてるんだよね。ここはよいしょっと、はあ、しかしまあペットボトルどこ行ってもあんな。
もう人がね全然歩いてないからね、砂がねふかふかなのよね、ここ。いやー、ペットボトルのゴミがやばいな。うわ、見て見て、もうあのガードレール支えてるあのコンクリートの支柱が宙ぶらりになっちゃってるよ。で、浮き玉がねいっぱい落っこってきてるんだけど、あ、漂着してるんだけど、ガラスは一個もないね一個ぐらいガラスだったらいいんだけどな。あ、暑い。あ、よいしょ。あっつ。ちょっとでもあれだな、こうなんか雨で状況が様変わりしたっていうか、なんか岩の場所ずれてるな。以前あの陶器があった場所がなんか見当たんなくなってない？あ、違うな、この上だな。ちょっと待ってよ。おっと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 、やばいなこれな、ペットボトル多すぎだよこれ。これはちょっとなんか悪い意味でなんか風化してるな。あー、これはちょっと当たりを取れそうにないですね。うん、ちょっとね、風化して、しすぎちゃって、もう以前の状況みたいにこうガラスを探せるっていう感じではなくなってるねこれ。うん、っていうか普通に危ないねこれダメだな。まあいいや。そしたら、ガラスじゃないね。まあそしたらね、ちょっとまた足を伸ばしましょう。とりあえずね、何かいい漂着物がないかなと思って見てるんだけど、パッと見たらね、よいしょ、わー、なんかこれはいいシーグラスだよ。あ、ここはシーグラスがいいな。ちょっとこれも、あれだね、なんかこう硬い岩が多いからもうかなりね摩耗しちゃってるんだなんだこれ、なんだっけ、こういうお菓子あるよね、ジェリービーンズだっけ、ジェリービーンズみたいなのがある。これ面白いね。あまりね、シーグラス拾わない方なんだけど、これぐらい摩耗してれば話は別、もう全然拾い応えがあるんで、ちょっとシーグラス拾いましょうかね。もうこれとかいい感じじゃないの。いやー、いいね。人がほとんど来てないんだね。シーグラスも人気なんだけど、これぐらいねこう綺麗なのが起こってるっていうのはなかなかないよ。岩がねかなりこう硬い歴史なんだね。これはいいや。そんなにね数は多くないだろうけれども、ちょっと拾っていきましょう。はい、じゃあね、ちょっとね拾っただけなんですけど、もうこの通りこういい感じのシーグラスばっかり落っこってるね。数はねそんな多くないんだけど、これ石、これガラスなのかな、これ。非常に綺麗だね。これは思わぬ見っけものですね。じゃあね、ちょっとまた先まで歩いていきましょう。次のポイントを移動しましょう。よいしょっとっと、よいしょ。もうすごいな、地層はこう平らに、最初は水平に積もったはずだから、とんでもない力がかかんないとこうはならないよね。いやー、すごいわ。で、コンクリートの構造物の名残があるな。これはなんだ？橋かなんかかけてたのかね。わからんね。よいしょっと。ここ歩きやすい。でもね、濡れてるところは滑るからね、こういうところこそ気をつけないとまずい。よいしょ。はい、こらせ。
また岩場だね。でももうね、さっきみたいに歩きづらい感じではないんだよ。よいしょっと、よっこらっせ。あー暑い。日光を遮るものが何もないんでね、頭にあのタオルをねぶら下げて、あ、かけてる感じなんだけど、もうタオルがね汗で濡れてるから、まあちょっとした遮熱効果にはなってるのかな。おー日陰だよ、日陰、レッツ日陰。あー涼しい。今日陰に入ってきたんだけど、日陰のね崖をよーく見たら何やら瓶が見えるんだよね。ほらこれは、そんなに古くはない牛乳瓶だけど、これは古いでしょう。取れるかな。いやーなんかこれはびっくりだよ。ちょっとこれ他にもなんか埋まってんのかな。ガラスの痕跡を、土の硬さがちょっとおかしい。残土に昔あれだな、石灰がなんか混ぜて処理したやつかもしれないな。こっちがだから昔の土壌かもしれないけど、あ、目薬あるやんけ。割れてないといいな。ちょっと割れてないでくださいよ。ああやったよ。これは初見タイプだな。じゃあちょっとね、この瓶と目薬と合わせて洗ってみようかと思います。じゃあ洗ってみよう。ね、洗っています。うわーなんかもう天然温泉見たくなっちゃってるな。ほんのちょっとね水の流れはあるっぽいんだけど、それにしてもこう土固まりすぎだよな。何の処理やったんだろう。あーでもこれ処理じゃなくてただ埋め立てて圧力がかかってるだけ。ちょっとねここではこう完全には洗えないけど、このマークあれカゴメかな、トマトは呼べるからカゴメのトマトケチャップがなんかかね。あーこれはねちょっと中つつかないとダメっぽいね。ちょっと今やってみる。はい出ました。この目薬はちょっと初見だね。小さいタイプだね。なんだろうな、そういえばあれだね、ほぼ1年分以上かけてこのタイプの目薬が出たね。それにしてもほんとどこ行ってもガラスと巡り合うよね。これはこれでねちょっとなんか見覚えがない目薬なんで、アンバーだけれど全然悪くないんじゃないでしょうかね。ちょっとじゃあ今の場所もう少し見てみますよ。あね、思わぬお宝が手に入ったんでまたぼちぼち移動します。よいこらちょっとな。あれなんかいろいろ崩れてるな。ちょっとそこを見てみようか。なんかガラスの瓶が見える。ああでもこれはそんな、おっと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 、これはそんなに新しい層ではないな。下の岩だらけのところも特に何か出てるわけではない。
どういうことなんだろうこれ。あー、ガラスがこうちらっとでも見えればあれだけど、ここは見えてはいないね。ちょっと反対側行こうか。いい、反対側から回ってきましたよ。うわー、崩れてんね。あ、陶片が入ってる。これはね、おそらくね、昔のね、残土、いわゆるあの工事現場だとかからこう出てきたろくでもない土に石灰かなんかを混ぜておそらく処理したもんだと思うね。固まり方がそういう固まり方だから。で、あと混ざってるね、土もこうゴミだとかこう適当なものばっかりだからね。年代は一定しないかもしれないね。まあ新しいもんではないだろうけど、安定的にこうハケだと思って何か探すっていうのは無理だろうね。ただおそらくこれは時間とともに崩れていくんで、崩れるたびにこうちょっと寄り道して覗いてみる意味はありそう。でもそれぐらいだね。うん、あの安定して何か見つかるっていうそういう場所ではないかもしれない。まあそれが分かったら、ちょっとまたね次のところに移動しますか。路頭をよく見て、さっきみたいにこう珍しいガラスがあれば掘り出すけど、ないようであれば、うん、次のところに行こう。面白いな。多分これ高度成長期よりも前か、高度成長期の頃だろうな、こういう乱暴な工事するのは。あーってことはそっちの層も同じような理屈だね。滑らないところだけをうまく渡りたいもんだな。こことここと、ここでどうよ。よし、あーどれだね。ここもそうだ。あ、なんかカニさんがこっち覗いてますね。あー、まあ運よくもう一個ぐらい何かこう出てくれればってところかな。もうそろそろね最終目的地になっちゃうんで。あーほら、ガラスがこう飛び出してるよ。と硬くて掘れない。これ迂闊にやると手切っちゃうな。割れてるもんだから踏んでもいいね。あ、危ねえ。ほほほ、セメント処理だな。思ったよりも硬い。ダメだこれは。ね今ね崩れた崖の中途半端なところに何かあったんで引っ張り出してみたんだけど、あ、これはね古いリボンジュースの瓶だね。エンボスたくさん、いいね。これもちょっと洗ってみたいんだけど今水場がないんだよな。まあ、後ほど洗ってみようすることにするとして、うん、これはこれでいいお宝ですね。 OK です。はいはい、じゃあちょっとね難所を渡ります。下を行ってもいいし上を行ってもいいんだけど、とりあえず下行こうかね。よいしょよいしょ。はぁ、暑い暑い。もう向こうがねゴールだからね。暑い。ただね最後ね渡れるかどうか怪しいところがあるのよね。よいしょっと。あー暑い暑い。おー、ちょうど日陰があるな。まあちょっとこの辺で一休みしますか。もうね洗ってみようどころか洗われてみよう状態になっちゃったね。もういいや、もう暑いからやめくそい、構うか。これはねリボンジュースの瓶で、なかなかね古いもんですよ。なかなかって言っても何年ぐらいだろう、1950、60年ぐらいかな。この通りナーリングがないからね、61年よりは前のものかな。ね瓶をうまく洗える場所がないのと、普段はここすごい波が荒い場所なんで下まで降りたんだけどね、もうこの通り両足ね波にくぐっちゃったから、もう知るかって感じで洗ってます。いやでも夏ならではだね、気持ちいい。はい、じゃあちょっとジャバジャバになっちゃったんだけど戻るか。
もう一箇所向こうのねスポットに行くにはねなかなか難しいところを通んなきゃないからちょっと考えどころだよね。ハーネスにカメラくっつけてちょっとクライミングして向こうに行ってまあどうなるかって感じ。まあとりあえず一旦戻りましょう。とりあえずねこの後あのこの崖をこう登って漂着した化石がありそうなスポットに行ってみるけど、それでね多分U ターンになると思う。であとね今日陰にいるんだけど、もうあの日陰にいて海眺めてるとねもうすごい気持ちいいのよ。もう動きたくなくなっちゃうね正直言って、まあ、むしろこの時間にこんなことやってる人の方がかなり少ないとは思うんだけどね。まあでもね冒険はやらないとダメですよ人生は。うん、いやー暑い、我ながらようやるわ本当本当はねこう海に潜ったりね釣りもしたいんだけどね、やりたいことが目白押しだよね夏はね。いやー暑、でも気持ちがいいや。まあ一応ね今のところねこんな感じでほらなんだかんだ言ってあのシーグラスから、目薬から昔のガラスからねポツポツ拾えてるから、まあ今日のね探索もちゃんと探索になってるっちゃなってるのよね。予想外にいい結果だよこれは。じゃあまあもうちょっとね探索してみましょうか。一休みしたらまた動きます。はい、ねこの向こうに渡ろうかと思ったんですけどちょっとね波が高くなってきたので今日はね向こうに渡るのはやめておきます。ここからあとはねまた歩いて戻りますんで、この砂浜の方まで行きます。なんかこう来る時に比べるとね結構涼しくなってきたよね。一番暑い時間というか一番やばい時間は超えたっぽい。であとはね帰りは帰りでこう来る時と目線が違うのでまたそれでね何かいいものが見つかればなって感じだよね。いやなんかねこう化石が落っこってんじゃないかなっていうところまで行こうかと思ったけど今日はねやめときます。さっきね波かぶると思ってなかったのにかぶったからねそういう時はもうね無理はしない。いやしかし熱っ、あよいしょっと、怪しいよな本当。あちこちにこうなんか瓶が、これとかほら薬瓶のあれだもんね。まあ、それにしてもあれだよね、これくらいこう未踏のねあのビーチを歩いてるんだからこうガラスのね浮き玉が1個ぐらい落っこっててもいいじゃんかって思うんだけど本当に落っこってないんだよね。そりゃね見つけたらあのハイテンションにもねなっちゃいますよ。こんなねずっと誰も来てないようなところを歩いてたって本当に落っこちてないんだよね。あっつ、船虫がいっぱいいるな。よいしょっと、はい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 、さっきのなんかこうプライベートビーチというかこうガラスの綺麗なねところまで戻ってきたね。よいしょっと、あっつ、あーもうめっちゃ泳ぎたい。こうあれなんだよね、 GoPro ね、あの水中仕様のね、なんだっけバングルかなかなんかもあるんで、あなんだっけなベゼル、とりあえずねなんかこう水中仕様にもできるんでね潜ってあの熱帯魚とかの映像を撮りたいよね。今もうね熱帯魚はねポツと泳いでるんですよ。もう撮りたいというよりもむしろこう涼しい思いをしたい。じゃあまあそんなこんなでね歩いていきましょう。よいしょっと、もう今ね汗とね海水で全身びしょ濡れだからね、もう濡れてないとこなんかないっていう状態だよ。あーなんかもうフレコンが落っこってきてるよな。まあトンパックとかフレコンって言われるやつね。これでももうこれだってあれなんだろう、どうせマイクロプラスチックになっちゃうんでしょ。何かちょっとこう考えないとダメよね、明確にこう土を止めるんだったら止めるで。っていうかなんか断層見ると面白いな、ところどころなんか昔のゴミを捨てたっぽい層が上の方にあるね。まあ崩れるからこう迂闊には登れないけれどもこれは面白いよ。はい、そろそろね水がこう尽きてきたんで今帰りの工程のだいたい半分くらいは来たのかな。あとはもうとっとと車に戻ってコンビニかなんかでこう飲み物を買わないとまずいね。かといって集中力をこう切らさないで、まあ崖だとかを見ながら行きたいね。しかしびっくりだよね、今日もなんだかんだ言ってこう古いガラスが拾えたもんね。
やっぱりね、意外と落ちてるんだよ。すごいね、なんかこう昔のガラスっていうとハードル高いように感じるけど、今で言うね、ペットボトルぐらいの感覚で昔の人バン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 捨ててたから、そんなにそんなにね、ないかって言ったら決してそんなことない。よいしょっと。何でもそうだけど、こう考え方よね。熱い熱い。うわ、涼しい。あと200メートルなんだけど、長い200メートルだな。もうすげえいい運動だよ、これ。いい運動どころか、こう一周回って悪い運動だよ、もう。あら、ルートを選び間違えたわ。これはダメだわ。下行かない。よいしょっとっと。せいっと。よいしょ。はい、これで行ってみよう。さっきのね、電信柱が落っこってきてる場所まで来たね。よいしょっと。よいしょっと。こっちか。枝が邪魔だな。はい、よっと。よいしょ。カメラが曲がった。あと少し。セミの声もすごいけど、照り返しがすごいな、ここ。もうね、水筒の水もね、なくなっちゃったんで、そろそろね、こう、ゴールについて自販機でなんか買わないとまずいね。水筒2ついっぱいにしてきたけど、やっぱ足りなかったな。真夏にね、ハードな探索をやると、多い時だともうね、3キロ以上体重減ってるからね、水分吸収しながら探索しててもね。あれはハケじゃないの、もしかして。でもこんなところ掘りようがないよな。どうなんだろう。まあいいや、ここは保留。よし、大変なところは終わり、ほぼゴール。じゃあ、あとはちょっとね、車に乗って一旦冷たいものを飲んだり食べたりしないとまずいね、これはね。あーでも楽しい。よいしょっと。いやー、着いたぜ。なんか一般社会に戻ってきたって感じだな。さあ、行こう行こう。最後にね、ちょっとだけ日陰で休憩するんですけど、上の崖がすごいよ。まあここはね、そう簡単に崩れたりはしないだろうけどね。で、やっぱり一番暑い時間を過ぎたから、結構ね、海風が気持ちいいです。はい、ちょっと今日のね、探索の結果をやっていきましょうか。まずね、最初に行った砂浜で見つけたのが八代貝の貝殻です。これはね、そんなにこう欠けもなくて、なかなか綺麗なんじゃないでしょうか。まあ近々クリーニングしてね、どっかに飾ろうかと思います。それと、割れはちょっと入ってるけれども、そこそこ完品に近い昔の茶碗、これは漂白をした後ね、金継ぎをねされる方がいるんで、ちょっとその方にね、こう贈るものにしようかと思います。で、あとはこれ、なんとも言えない色だね、これはね。青ともグリーンともつかないような陶製外資。これは何だろう、1967年ってことなの。まあね、これなんですよ。割れてるものばっかりなんだけどね。で、次に、場所を移動してからなんですけど、いやー、びっくりしたね。まずこれ、どうやらトマトケチャップの瓶かな。カゴメのマークがね、あるね。愛知トマトって書いてあるな。はい、この通りね、エンボスがなくて、こうカゴメのねマークがあって、結構古いもんです。ただ場所の関係か知らないけどね、結構ガラスに傷がついてるんで、よく漂白しようと思います。で、あとはね、こうちょっと場所行ったところなんですけれども、リボンジュースの瓶、エンボスがいっぱいついてるし、まあ今の瓶ではないよね。この通りナーリングもないし、ずっしり重いいい瓶です。これはね、ちょっと傷が多いんだけれど、まあ漂白にかけてみましょう。はい、それから
これは何でしょうね。まあずっしりした石なんですけど、ただの石。それでね、今日なんですけれども、ずいぶんいろいろと見つかりましたが、ちょっと待ってね、今拾ってるんで。はい、シーグラス。特にこのブルーのやつなんか非常に綺麗だね。これは全部クリーニングした後、漂白をかけて、まあ何かに入れて飾ってみましょう。自分は普段はね、シーグラスあまり拾わないんですよ。っていうのはシーグラス激戦地のところばっかり行ってるんで、こんな綺麗なのがないんですけれども、今日行った場所はね、非常に良かったし、まあ他にもこの通り何個かあるんで、ちょっと綺麗にして、飾りましょうか。はい。で、今日のお宝ですね。いやー、びっくり。エンボスは全然ないんだけど、小さいタイプの片口式の目薬の瓶ですね。茶色の。エンボスは、ないよね。まあ、こんなものがね、一個見つかるだけでも非常に嬉しいです。ちなみにどうも古いハケばっかり掘ってるせいか、このタイプのね、目薬はもう1年ぐらい掘ってませんし、拾ってませんでしたから、どうやら日記水の呪いがそろそろ終わるのかな。まあ、なんだかんだ言ってね、今日の探索も結構有意義だったんじゃないでしょうか。じゃあね、今日はこんなところで終わりにしようと思います。なかなかハードな探索だったんですけれども、結構こう楽しい探索になったんで、結果オーライで良かったんじゃないでしょうか。では、今回も皆さんご視聴ありがとうございました。次回もまたどこかを探索すると思います。ではどうも失礼いたします。あー、おまけで最後にね、夕日だけでもこう映しておきましょうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。